今回のトロントのレースは非常に残念な形で、2コーナーでのリタイアになってしまいました。今朝のウォームアップ非常にこう手応えが良くて、かなりレースも楽しみにしてたんですね。今プライマリータイヤでレーススタートして、スタート自体は非常に良くて、まあ何台かオーバーテイクしたまま1コーナーアウトから行って、でまあ内側に、ピンクのマシンもいたし、サイドバイサイドになりながらね、まあ自分としてはバックオフして2コーナーに備えたんですけども、2コーナーで内側を開けといたまま、綺麗にね、コーナーを抜けるはずが、まあ内側からもう1台のシャンカーが来て、サイドバイサイドになりながらね、まあ完全に押し出されてしまいまして、ウォールにヒットして終わってしまいました。まあこういう形でね、レースを終えると全く思ってなかったですし、まあリスクがあるポジションだとは全く思ってなかったので、まあ本当に残念ですけども、まあ今回ね、4週連続のレースとなってますので、まあ来週また気持ちを切り替えて、2連戦、頑張ります。久しぶりのね、トロントでファンもすごく楽しみにしてくれたし、素晴らしいサポートを受けただけに残念ですけども、後半戦頑張っていきます。